皆さんこんにちは。前々回と前回とで、無限級数について考えてきました。特に、前回は、絶対収束とか収束半径といった概念が出てきたわけですね。で、こういったキーワードが重要な概念として上がってきたというのは、我々の問題意識が少し変化してきたということの表れでもあります。ちょっと思い出してみましょう。例えば高校数学において級数あるいは数列の収束に関する問題というふうに言えば、それは極限値を具体的に求めるという問題に限られていました。何かリミットの式が与えられて、この式の極限値を求めなさい、あるいはこの式の極限値が何々になることを示しなさい、まあ、そういった問題に限られていたわけです。で、一方で大学においてはそうではないタイプの問題、すなわち極限値を具体的に求めることはできないけれども、しかし極限値が存在することだけはわかる、まあ、そういったことを確かめなさいというふうな問題も重要になってきたわけです。で、絶対収束あるいは収束半径といったものはそういった流れで重要になってきた概念なわけです。もちろん大学においても、大学数学においても高校数学と同様に、極限値が具体的に何であるのかってことは、重要な関心事ではありますけども、まあ、大学数学においてそこだけが重要っていうわけではなくて、もう少し問題意識が広がって、極限値が具体的に分からなかったとしても、存在することだけは分かった。そういったような問題にも目が向くようになってきたわけです。まあ、そうは言っても、高校数学的な感覚に立てば、やはり、極限値が具体的にわかるということこそがやっぱり面白くて、それが値がわからないのに、存在することだけはわかる、それにこうどんな意味があるんだろうっていうふうに感じている方まだいらっしゃるかもしれません。一応先週の授業で、まあ、そういった極限値が存在することがわかるということのメリットについて少し触れたつもりではありますけども、まあ、実は今日の授業でもやはりもう少し踏み込んで、絶対収束そして収束半径といったものが重要な概念と深く密接に絡んでくるということを、見ていくことにします。それでは、今日の授業を始めましょう。本編をご覧になってください。今 AK を複素数列としてこのような正級数を考えます。シグマ記号 K が0から無限大 AKX の形状で、正級数には変数 X というものがあって、この X に複素数を代入したいわけですけども、必ずしもどんな複素数でも代入できるというわけではありません。そこで、まあ、X にどのような複素数を代入することができるのかっていうのは重要な問題になってちょっと思い出してみましょう。正級数というのは、もともとこのように書くことができました。リミット n 無限大シグマ記号 k が0から n まで akxk。ここに、リミットという式があるわけですから、x に何か複素数を代入したときに、ここの部分が収束しない数列になっていたとすると、まあ、このリミットというのが意味を持たなくなってしまう。したがって、ちゃんとここの部分が収束するということを確かめないと、これが代入できるかどうかということがわからないわけですね。さあ、先週は、そのようなことを考えて、まあ、特に、こういった正級数については、あらゆる複素数を代入することができるということを確かめたわけです。この指数関数の定義式となっている正級数、それから cosx、sinx の定義式となっている正級数、これらについては、この X の部分にあらゆる複素数を代入することができます。さあ、そうだとすると、じゃあこれとは限らない一般の正級数についてはどうなんだろうっていうことは気になるところです。で、それについては、このような定理が成り立つということを、先週述べました。まあ、ちょっとこれ詳しく見ることはしませんが、まあ、大まかに考えてみると、こういう感じですね。複素数平面上に何か円があって、この円の内側にある複素数は代入して収束、必ず収束する。そして円の外側にある複素数については収束しないと、まあ、必ずこのような状況になるんだということをお話ししました。
しかし、先週の段階では、この定理の証明っていうのは与えていなかったわけです。そこで今日はこの定理を証明しておくことにしましょう。この定理のために、補題を2つ使いますので、その補題を見ていくことにします。それでは定理を証明するための準備として補題を見ておくことにしましょう。補題は2つありますが、まず1つ目、補題1ですが、級数 σAk が収束するならばリミット k が無限大 ak は0になるというものですね。これはすなわちこう足し上げていったものが何か何らかの値に収束するならば、まあ、足しているその一つ一つの値は0に収束しなければいけないという主張です。これは直感的にはすごく当たり前のことだと思います。もし、論理的にきちんと証明しようと思ったら、イプシロン N 論法を使うことによって証明ができます。ですので、まあ、ちょっとこの場ではこの、補題1の証明は省略することにします。さあ、もう一つの補題を見ておくことにしましょう。こちらの方がより重要になってくる補題ですけども、こういうものです。AK というのは複素数列であるとします。で、Z と W という2つの複素数がこのような不等式を満たしていると仮定します。この時、シグマ記号 AKWK が収束するならば、シグマ記号 AKZK も収束するという命題です。これは、すごく大まかに言うと、有級数の比較判定法と同じようなものであるというふうに考えることができます。すなわちこの有級数の比較判定法もこちらもともに何かこう大きいものが収束するならば小さいものも収束すると、まあ、そういったタイプの主張になっているわけです。で、その有級数の比較判定法と同様にこの補題2に関してもこの対偶もやはり重要になってきます。すなわち何か小さい方が収束しないならば大きい方も収束しない、そういった形でこの補題を使うこともあります。また、この補題の証明においても、やはり有級数の比較判定法というのは最も重要な部分になっていきます。それでは、この補題2の証明を見ておくことにしましょう。一番最初は、このシグマ記号 AKWK が収束するということと、先ほどの補題1を使います。こんな感じです。今、シグマ記号 AKWK が存在するので、まあ、特にこのシグマを取って、AKWK の部分っていうのは0に収束します。したがって、これは特に有解ですから、すなわち、何か実数 M というのが存在して、すべての K に対して絶対値 AKW の形状っていうのは M 以下になるというふうに言えます。ここまでが準備で、この先、この後ろの AK、シグマ記号 AKZK っていうのが収束するっていうことを言いたいんですけども、このためには先週やったように、この絶対値を取った級数が収束するっていうことを言えば十分です。そして、この絶対値を取ったものが収束するってことを言うためには、有級数の比較判定法を使って、これより少しだけ大きな級数で、収束するものを取ってくればいいわけですね。さあ、そういう方針に基づいてここから先議論を続けてみることにしましょう。まず R というのを W 分の Z の絶対値というふうに定めることにします。今、W っていうのは、与えられた不等式の条件を満たしているわけですから決して0にはなりません。したがってこのように分母に置くことができるわけですね。で、R をこのように定めるとR は0以上1未満の実数となります。さあ、その上で、今考えたいこの絶対値 AKZK、Z の形状ですけども、これはこのように変形することができます。でそうすると、ここからこの値っていうのは M×R の形状以下であるというふうに言うことができるわけですね。さあ、ここの M×R の形状、これは、等比級数であって、公比が1未満ですから、まあ、結局この、この級数というのは収束するというふうになります。したがって有級数の比較判定法によって、このシグマ記号絶対値 AKZ の形状という、あ、ごめんなさい、AKZ の形状というのも収束するというふうになるわけですね。
これで補題にも証明することができました。それでは、たった今証明した補題2について、それがどういう意味の命題であるのかってことをちょっと見てみることにしましょう。今、正級数シグマ記号 AKX の形状というものを考えて、 X にどのような複素数を代入したらこれが収束するのかっていうことに関心があるわけです。ここで今こういう複素数平面を考えてみましょう。で、ここにある複素数を、ここからある複素数を取ってきて、そこで、この級数が収束したと仮定する。この時には、この点を通って原点中心の円を考えた時に、その円の内側に属するあらゆる複素数を X に代入しても、やはり正級数が収束するということがわかるわけですね。一方で、先ほどの補題2の対偶の方も考えてみましょう。すなわち、複素数平面から何か、複素数を1つ取ってきて、これを X に代入したときに先ほどの正級数が収束しなかったと仮定する。そうすると、この点を通って原点中心の円を書いて、この円の外側のあらゆる複素数は、やはり収束しないということがわかるわけです。そうすると、この絵のように青い部分と黄色い部分っていうのは収束するしないってことが判定できていて、残っている部分っていうのはこの間の部分だけですよね。で、間の部分の適当な複素数を取ってきて、それを X に代入してみる。で、これが収束したとすればこの青い部分が広がるし、収束しなかったとすれば黄色い部分が広がる。そうやってこの外側と内側からどんどんこう攻めていけば、最終的にはこの定理の形になるはずであるっていうふうに見えてくると思います。これが実は今日冒頭にやった定理の証明の基本的なアイデアとなるわけです。ここから先、定理を、の証明を見ていくことにしますが、定理の証明のアウトラインだけを見ていくことにします。証明の最後の詰めの部分っていうのは演習問題に、しておきますので、皆さんご自身で考えてみてください。それでは、今日冒頭の定理の証明アウトラインを見ていくことにしましょう。集合オメガっていうのをこのように定義します。複素数 Z であってシグマ記号 AKZ の形状が収束するようなもの全体ですね。で、このオメガがイコール C であるならば、それは、すなわちあらゆる複素数を代入して収束するっていうことを意味していますから、定理の条件括弧1に相当するわけです。したがってこれ以降、オメガが C でないというふうに仮定して、その上で定理の条件括弧2が成立するということを言えば十分ですね。それを実際議論してみることにしましょう。今、オメガが、イコール C ではないと仮定します。そうすると、複素数 Z0 が存在して、Z0 がオメガに入らないというふうにすることができるわけです。これはどういうことかっていうと、先ほどのレンマ2によって、でこの絶対値が Z0 より大きな複素数に関しては一切この正級数は収束しないということを言っている。それは言い換えれば、勝手な、オメガの元 Z っていうのの絶対値は、Z0 の絶対値以下であるっていうふうに言えるわけですね。さあ、したがって、こういうことが分かります。すなわち、Z オメガ全体動くとしたときに、その絶対値からなる集合っていうのは上に有解な集合となるわけです。またオメガは、ゼロを含んでいますから、この集合はもうゼロを含んでいる。したがってこの集合は空でない上に有解な実数の部分集合となっています。さあ、そうなるとちょうど実数の公理系の第17番目の公理が使える形になっています。すなわち、この集合には上限が存在するわけです。これを R ということにしましょう。で、実はこの値 R というのが、この先ほどの正級数の収束半径となっているわけですね。これを証明するためには、あとこの2つのことを証明すれば十分です。すなわち、絶対値が R 未満の複素数 Z については、この Z はオメガに属する。そして、
絶対値が R より大きな、複素数 Z に対してはこの Z は、オメガに属さない。この2つを証明すれば良いわけですけども、この2つはの証明は演習問題にしておきましたので各自で考えておいてください。さあ、これで定理を証明することができました。ちょっとついでですので、この定理から簡単に分かる命題っていうのをもう一つ見ておくことにしましょう。何か、実数上の関数 fx があって、この関数 fx が実数全体においてマクローリン展開可能であったとします。でこの時には、このマクローリン展開となっている正級数には正級数の変数 x にはあらゆる複素数を代入することが可能であります。これは先ほどの定理から簡単に分かることですよね。すなわち、実数全体でマクローリン展開可能であるということは、こう実軸上で全てこの正級数が収束するということを意味しているわけです。ということは、自動的にこれは収束半径は無限大にならざるを得ないわけですね。すなわち、あらゆる複素数をこの X に代入することができるというふうになるわけです。でこれちょうど実は、指数関数そしてコサインサインが、満たしていた条件だったわけですね。すなわち線学期、指数関数もコサインもサインも、実数全体でマクローリン展開可能であるということを、証明したわけです。でその結果を使うならば、その結果とこの定理を使うならば、まあ、実はダランベルの収束反転法を使わなかったとしても、あの正級数にはあらゆる複素数を代入することができるってことが言えるわけですね。ちょっと、このような級数について考えてみることにしましょう。シグマ記号 K が1から無限大 K 分のマイナス1の K 引く1乗、この級数がログ2に収束するっていうのは線学期やりました。ちょっと思い出してみると、ログ1プラス X のマクローリン展開っていうのが、このようになってたわけですね。シグマ記号 K が1から無限大 K 分のマイナス1の K 引く1乗 X の K 乗。このマクローリン展開は x がマイナス1より大きく1以下のところで成り立っていましたから、ここで x イコール1を代入することによって先ほどの等式が得られるわけです。さあ、ちょっとここでこの今得られたこの等式を使って少し計算をしてみたいと思います。そしてその計算によって2分の3ログ2イコールログ2という等式を証明してみたいと思います。もちろん、この等式は成立しませんので、その計算、途中の計算のどこかにおかしい部分があるわけですね。ちょっと、この計算を見てみて、ご自身でこの計算のうちのどこがおかしいのかってことを、探してみてください。それではちょっと、始めてみます。まず一番最初は、この式からいくわけです。ログ2イコールシグマ記号 K が1から無限大、K 分のマイナス1の K 引く1乗。これを、まあ、シグマ記号を使わないでバラして書いてみましょう。こんな風になるわけですよね。さあ、ここで両辺を2分の1倍します。そうすると左辺はもちろん2分の1ログ2、そして右辺は括弧を半分にして、まあ、このようになるわけですね。さあ、ここで得られた方の、スペース隙間を少し空けて並べてみることにしましょう。こんな感じに。さあ、このようにした上で、この並べた上の式と下の式両辺を足してみることにします。左辺はもちろんログ2プラス2分の1ログ2というふうになります。右辺がどのようなものになるかということをちょっと考えています。これをこのようにまとめて考えてみると、ちょうどこの縦で揃っている部分というのは絶対値が等しいものになっています。で符号に着目してみると、マイナスプラスっていうもの、それからマイナスマイナスっていうものが交互に出てきていますよね。したがって、これマイナスプラスの部分はもちろん打ち消し合って、マイナスマイナスの部分はちょうど2倍になるわけです。そういうふうにしたときに、これで最終的にどんな項が出てくるでしょうか。こんなふうになるわけですね。
すなわちこれどんな項が出て項が現れるかとよく見てみると、整数分の1っていうものが全て現れていて、奇数分の1というものは全て、プラスの符号で現れる。で、偶数分の1っていうものは全てマイナスの符号で現れるということになります。したがってこれはシグマ記号で表すならばこのように書けるはずですよね。 K 分の1、ごめん、シグマ記号 K が1から無限大 K 分のマイナス1の K 引く1乗、これちょうど奇数分の1が正の数、偶数分の1が負の符号で出てくるということから、まあ、シグマ記号ではこのように表すことができるわけです。さあ、こうやって出てきたこの奇数、これ何であったかというと、これまさにログ2でしたよ。したがって結局我々は2分の3ログ2イコールログ2という等式を証明することができたわけです。どうですかね、これどこがおかしいかっていうの気がつきましたか。これ実は、微積分の教科書を見るとこの計算のどこがおかしいのかっていうのは、きちんと書いています。まあ、ただ、まあ、その教科書を見てそれで OK というふうにしないで、まあ、ぜひ、ご自身でこの計算のどの部分がおかしいのかってことを考えてみてほしいわけです。まあ、いわば、皆さんがこの人類で初めてこのおかしな計算に気がついた人間であったと仮定して、まあ、この計算を見てどの部分がおかしいというふうに、気がつくことができるでしょうか。それをやる、一つの方法としては、まあ、こういう感じになるわけです。すなわち、この計算のうち の文句なく正しい部分、文句なく正しい議論っていうのを一つ一つ潰していく。でそうだとしたら、そうやって潰していって最終的に残った部分っていうのが、おかしな計算をしている部分だっていうふうに気がつくわけですよね。ぜひそのような、作業によって、この計算が、どの部分がおかしいのかってことをぜひご自身で見つけてみてください。この答え合わせはこの動画後半部分で行おうと思います。お楽しみに。